僕はサム・ジョンソン、18歳の高校生。店長、実は27日、卒業式なので。ああ、もちろんバイトはオフでいいぞ。家計を助けるため、近くのレストランでバイトしてる。でも高校の卒業式は、アメリカでは人生の節目となる大イベント。サム、最高の一日にしろよ。はい、ありがとうございます。うちは母子家庭で、僕のバイト代も大切な収入源だけど、この日だけは特別だ。喜びさんで帰宅し、早速報告。ただいま、卒業式の日、バイト休みもらったよ。母さんも有給取れたわ。式場は隣町の郊外にある球場で、母さんと車で行くことになってる。新しい服もいるわね。一日だけのためにもったいないよ。何言ってんの、私がサムの晴れ姿を見たいの。介護士の母さんは超多忙だけど、自分のことみたいに楽しみにしてるんだ。でも卒業式を2日後に控えた日の夕方、帰宅すると。おかえりサム、実は職場で急病人が出て、あさって休めないの。そっか、仕方ないね。辛そうな母さんに作り笑顔で答えた。服買う前でよかったよ。そうだ、タクシーで。いくらかかると思ってんの。式に出なくても卒業は卒業だよ。母さんをこれ以上困らせたくなくて、僕は無理に強がって笑ってみせた。母さんの稼ぎはお世辞にもいいとは言えないし、下には弟と妹もいる。そっかそっか、卒業式はやっぱ無理か。胸に広がる失望から目を背け、僕は必死に自分をごまかした。卒業式前に盛り上がる同級生を見るのは辛く、翌日は学校を欠席。家でうだうだしてても仕方ない。明日はバイトに行こう。シフトに入れるよう翌朝店長に頼むことにした。卒業式の朝、僕が店に行くと店長が驚いて駆け寄ってくる。サム、卒業式は？実は行けなくなったんです。なんてことだ。事情を話し、シフトに入れないか尋ねると、店長が難しい顔をして押し黙る。卒業式は15時からだな。よし、俺たちで何とかしよう。え？でも僕、予行練習に出てないので、ガウンと帽子も着てく服もないし。一瞬希望が見えたが、やっぱりもう遅すぎる。けど店長からは予想と真逆の答えが返ってきたんだ。サム、学校にまず出席の連絡して、必要書類を家から取ってこい。大丈夫、あとは俺たちに任せろ。店長。みんなで手分けして、無事サムを卒業式に行かせるぞ。服や靴もカンパして買いましょう。よし、車は俺に任せろ。同僚のスーザンとハリーも協力を申し出てくれる。みんな、なんでそこまで。一生に一度の晴れ舞台だぞ。そうよ、行かないと後悔する。ほら急げ。はい。胸がいっぱいだけど、感動に浸ってる時間はない。僕は言われた通り、まず学校に出席を伝え、家へと取って返した。やった、卒業式に出られる。数十分前、重い足取りで歩いた同じ道を、希望と喜びを胸に駆け抜ける。書類を手に店へ戻ると、服一式がすでに用意されていた。サム、早くこれに着替えて。うん、ありがとう。言われるまま、真新しいシャツに腕を通し、スラックスと靴を履いた。サム、よく似合ってるぞ。サイズもぴったりね。みんな、なんてお礼を言っていいか。店長がシフトを調整し、みんなでお金を出し合って服と靴を買ってきてくれたのだ。その時、裏口のドアが開き、ハリーが顔を出して僕を呼んだ。サム、車を店の裏に回してきた。すぐ出発できるぞ。はい。球場までは車で1時間以上。逡巡している暇はないが。ハリーの代わりにオフのやつが店に入ってくれる。心配するな。楽しんでね。ありがとうございます。みんなの笑顔に背中を押され、車へ急いだ。学校へ寄って現地へ直行だ。式には絶対に間に合わせるからな。お願いします。何、いいってことよ。卒業式で着用する帽子とガウンを受け取るため、まず高校へ向かう。学校の事務局へ行くと、事情を知る職員さんが飛んできてくれる。これ、ガウンと帽子、急いでね。はい、ありがとうございます。手渡された衣装を抱え、車へ舞い戻り、ハリーの運転で球場へ急ぎ、なんとか15時前に無事着くことができた。よし、ギリ間に合ったな。サム、早く中に入れ。ありがとう、行ってきます。ガウンを羽織り、僕は入り口へ急いだ。球場に入り、間もなく卒業式がスタート。サム・ジョンソン、よく頑張ったね。ありがとうございます。みんなへの感謝を胸に、卒業証書を受け取り、誇らしさが湧き上がる。そして式も大詰めとなり、みんなが一斉に帽子を空高く放り投げる。イエーイ、卒業だ。やった。進学しない僕は今日で学生生活も終わり、いろんな思いが胸に去来した。式が終わり、外に出ると。サム、おめでとう。
ガウン、かっこいいよ。みんな、本当にありがとうございました。シフト上がりの同僚たちが来てくれていた。知らせを受け、仕事を終えた母親が兄弟を連れ駆けつけてくれていた。サム、立派よ。お兄ちゃん素敵、生かしてるね。みんな、ありがとう。最高だよ。そしてさらに続く嬉しいサプライズ。店長が一連の出来事を SNS に上げると多くの反響があり、僕に奨学金を？僕のことを知った地元のカレッジが奨学金を給付してくれるというのだ。おかげで諦めてた進学を果たし、僕はビジネスの勉強をしてる。夏休みにバイトさせてください。ああ、待ってる。学期中は勉強第一だけど、また素敵な仲間と働くのが楽しみだ。